これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが出場。違うかな、魔の友よ。クジャクが世の将棋より降りてから物を言い、中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。強国浅井軍としては帝を支えに行かねばならず。やっぱ気のせいじゃなかった。木陰の奥にちらっと見えたあの青いの。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまつる。来たな絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。恐れ恐怖こそが信長様の象徴なり。不安と差腕があるならば、我らこそが無数の弓よ。大六天の恩情像、物を左右へと招かんとす。かばねばかばね同士、互い抱いて眠るがよい。信長様の玉座を奪うなんて、ドキュメント最の帝は化け物だ。長政様の正義こそ誠の正義、間違いない。まだ見ぬ最後の味方、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。所詮は伊藤武か、じれたが末に勲を求むるなど死後の奥ないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。豊臣の将たる者が不甲斐なし。徳川、あの裏切り者が、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組み合いなど好きにさせておけばよい。存分に戦うがいい。期待しておるぞ。ははー。しかし帝か、どうにも不思議な男よな。将棋に立ち煽る限りは、そう、まるで乱丸のような。これで光るとは、敵も必死というわけか。大化を守るが将の務めよ。いざ。よい、咲かず風炎の意味合いに。逃げせえとも思わねえ。命運尽きるまでしようか。後悔はあるまい。わしは果たして彼らの
様に習って立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。褒めを垂れよ。速やかなる降伏もまた上昇の証と。よかろう。行って指南してやろうではないか。それしきに危ぶむならば、物の器もそれまでぞ。みんな、よいのか。友が好き勝手暴れておるぞ。少し手加減せねばなりますまい。少しはできるようだ。顔つきが変わったな。いい気合だ。舞を舞うかのごとき華麗な戦ぶりでござった。正義に生まれ変わるがよい。さらばだ。力で勝った者には先へ進む権利がある。負傷者を連れて交代せよ。捕虜にだけはなるな。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。マドックなどいない。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。芸じて見せよ家康。力を射取り危機し、それでもなお逃れぬ者よ。窮地にありてこそ熱く燃えよ。それすなわち聖である。帝にも魔王にもほど近きが男。実は大物なのやも知れぬ。ものよ、旅余が皮肉のタンを。早きは風のよう。いや、実践あるのみだ。そちらの絆もまた強い。ならば長い戦となりそうだな。おお、俺たちも負けてらんねえぜ。さて、魔の人、ここで油を売っていてよいのか。あるいは彼が覇王の餌食となってしまうやもしれないぞ。ならば糸竹がそれしきだったまでのことよ。威力方向。私、密かにお市様に憧れを。これは悪でしょうか。でない。価値が手からこぼれるぞ。国絶望せよ。貿易ものにしてはか。面白し。はか貿易強き者も弱き者も絆の前では皆平等だ。どのようにすれば威信を回復できるというのだ。威力方向。はか貿易。豊臣の軍に
勝る者などなし。覇者、応援に。守るべきものを得た私に敵などない。いかに翼を広げようとかいくぐる道はある。私は惑ってなどいない。この国を鳴らすに情など用いる必要なし。背筋に置かれ。では言う長政さん、今すぐ行ってきて、正義してきて、わらわを楽しませてみて。おえに膝はつかぬ、我は腐ぬ。思い上がりし思ってか、あなはだもって不快なり。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。以上、鳥剣山共有にはおたしなみ構え。一歩たりとも引きはしない。背に負うものがある限り、正義の前に滅びぬ悪などかけらもなし。応援に。姉上、万一私が敗れることあれば、徳引くのだ。みんなを守り導きたい。この心だけは偽りもないさ。聖開放、連用せろ。いない。なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。恐れる心をも腐らせる。それがこの国を覆う毒だ。やめて、お願い、長政様に群がらないで。ご自重なされよ。その傷は一刻を争いますぞ。長政様を殺さないで。お願い、お願い、お願い。威力抵抗。馬鹿、応援に。犠牲なき世の中、ひたすらにそれが欲しい。馬鹿、応援に。悪あるところ正義またあり、正義あるところ悪の息吹なし。そうは何ぞ。兄者を止めるわ。糸竹が、たかが猿の一匹に息をあげるか。誰もあなたに。いや、違う。絆は不滅。わしはあなたほどに強くはなれなかったのでな。だがそれでもわしは導く。たとえあなたを下してでも。貴殿がなぜ悪か、それは私が正義だからだ。利休、我が望むは欲の花、余が求むるは醜き炭敷きの花。よう、よう、制する夢に溺るか。さあ、威力
元まで悪に染まりし者よ。これが会心の一撃だ。どうだ、呪文師撃たるのだ。アザイ長政、正義を超えし正義へと。正義対抗、邪念を撃つろ。三千世界にはびこりし生きとし生ける者よ、余が愚鬱となり果て無限の時を流れよ。所詮は余も故により逃れられぬ者であるか。真偽だな。三つものセグルが揃い分、何故に世は一人なのだ。一、頑張ってみる。姉様よりもずっと。求めずしていれしライオンのものよ、その方こそが世をイヤチコとしてくれるのか。人とは愚かなものだ。なぜ悪に染まり抗い続ける。負けるに値せぬと思わば去れ。そして静かに創世の時を待つ。今が悪夢であるならば覚めてみせよう。お届けすこうでなくては面白うない。そうと世は今命を閉じている。これよりますます風は熱く吹き荒れるであろう。竜巻天下を覆う大嵐のごとく。民草の心を理解しろと。ならば世の心を民草は理解するか。崩落卿のアングな王とそしらはそしれ。終わりの戦たちよ、正義の歌にて私を称えよ。まだ勝ちを諦めてはいない。総合に灯る光がそう語っているぞ友よ。正義最高全員を撃つぞ。虚しき日々などもはや残滓もない。世は今この時を面白を生きている。決着はまたの機会だな。それまで燃え尽きるな友よ。守る正義の刃の子アザイ長政、何度見ても言い出したこの正義決して手放しはしない。姉上一加速せよ。私はここにいるぞ。